こんにちは、今回は、ランブータン味クッキーを使っていきます。ステージはフローズンウェーブの塔です。ランブータンのペットの、ピンククマゼリーパーティアイテム生成と、ステージ上の大量のアイスクマゼリーで、クマゼリーだらけでウハウハ編成です。自分はポケモンのウパーが好きで、ひらがなだとウパーってなって文字列が可愛いです。というわけでそんな編成ですが、ランブータンのペットには回復もあって、今回はそれもいい感じに組み合わさっています。バトン後に炎の精霊がいるせいで、どのタイミングで能力発動すればいいのか問題が発生してますが、炎の精霊なんて最後にうまく能力発動できたら、あとは気にせず発動してたらなんとかなるので、気にせずなんとかしてたらいい感じになりました。宝物はテディとミキダルマで、大量のクマゼリーを生かしつつ、アイスクマとピンクマのパーティアイテムが競合した際にはアイスクマが優先されるので、ミキダルマも腐らず強い感じです。最後の宝物の火炎の指輪は、ランブータンのコンビ宝物だから入れてます。ちなみに略して言う際は指輪って言わないと、デジ宝物の火炎の心と、火炎部分が被ってるので、火炎だと伝わりません。ところで最近は、他のゲームのランイベをしてるので、全然ログインできていませんか。ランイベってクソですよね。と、寝てる間に順位が落ちてて思ったんだぜ。自分が寝てる間は走らないでほしいもんです。あと課金もしないでほしい。月額課金と少しの課金で遊んでるゲームがありますが、大量に課金してる人見ると自分もしたくなります。昔はいちいちプリペイドカード買って課金してたけど、今はなんかそういうのなしで課金できるので、思わず課金しちゃいます。800円ならいいかって感じで、何回も課金しちゃうタイプですね。アプリが流行ってない頃は、ゲームは買い切りで1万円以内で楽しめてたのに、今はお金を絞られ続けてますからね。恐ろしい時代になりました。これならもうスマホアプリせずに、スイッチ買っていろいろなソフト遊ぶ方が良さそうなんだぜ。でもゲームより人と話すのに飢えてるので、 Twitter とかインスタとかフォローしてください。なんかもう最近ヤバくて、1日中誰かと話していたいです。それでまた同じようなメンヘラと話すのがいいんです。より有用依存ですが、自分は割とすぐ気分変わるので、どっぷり沼にはまったりはしませんか。まともなカップルに見えて、ただ強依存してるだけとかもあったり、なんなら酒とかタバコとかも依存だし、 SNS とかゲームも依存だし、なんか何かに依存してる人が可愛く思えてきます。それでもう何かに依存させたくなっちゃって、依存してる人を見ると依存をやめさせたくなっちゃって。ちなみに依存の対義語は自立かもしれませんが、自立もまた依存してると言えるんですよね。完全な自立なんてありえませんから、結局はどうやって社会と付き合っていくかなんです。それで言えば依存するのも一種の自立なんですよね。これは別にヘリクツではなくて、自立してる自覚のある人ほど納得できる部分もあると思います。人それぞれだから何とも言えないけど、こういうのは誰にでも当てはまる理屈があると思ってると負けなんだぜ。それもまた理屈に依存してますよね。そうやってみんな依存してるんだし、依存してる人を責めるのは良くないってことです。こういうのをどっちもどっち論っていうのかな。なんでわざわざ別称つけるのかわかんないけど、人をバカにしたいマンもまた悲しき獣、悲しき獣シリーズの一種です。ちなみに依存してる人も悲しき獣シリーズの一種。悪い人じゃなくて悲しい人なんですよね。同情の余地ありです。いろんな人と話してると、いろんな人がいるんだよね。自分は距離感近くて、ダメだとされてることに理解あるから、割と本音を聞けること多くて、それゆえにそのままじゃダメだと思うよってよく言われるんだけど、理解を示してくれる人もいるんだよね。病名ついてないダメな自分も理解されるわけだし、病名つく人はもうみんな理解されるもんだよね。何が言いたいかというと、別に言いたいこともなくて、今はぼーっとした気分です。なんか、ぼーっとしませんか、みんなで。あー、こたつで寝たい？よく、彼氏彼女が欲しいって言うけど、それって別に彼氏彼女じゃなくてもよくて、真相心理で求めてるのは理解者や居場所だと思うから、共感しやすい同性とそういう関係になるのは、性的マイノリティ関係なくおかしなことじゃないんじゃないかなってと思った。個人的には恋愛に縛られてないで、せっかくだし恋愛っていう概念も超えようよって思っちゃう。結局は幸せホルモン出せばいいんだし、幸せホルモン出したい。闇が深い人が浮気症なのは仕方ないですよね。幸せホルモンを求める悲しき獣。幸せや快感も薬物と同じ一過性で依存性のあるものだよね。自分はそういう依存症なんだ。ナムさん、いろんな人を見てると、否定することの馬鹿らしさが分かってきて、いろいろ否定してた過去の自分だけを唯一否定したくなるから、人の否定はあんまりしない方がいいよ。ニートでもいいじゃん。あ、話したい。できれば友好的な人と話したい。自分は紆余曲折を経て人の悪口言わなくなったけど、最初から人の悪口言わない人はすごいよね。優しい雰囲気あるよね。でも悪口言えない理由があるかもだし、チヤホヤしすぎても普通かもしれない。でもチヤホヤするの好きなんだよね。チヤホヤしたいな。チヤホヤすると自分にも価値がある気がしてくる。相手に喜んでもらえると、喜ばせることができるんだってなる。動画投稿してるんだから動画の内容で喜ばせろよと、そう言われるとしょぼんってなる。特に頑張ってるのに自己肯定感低い人が多いよね。自分は頑張ってないのに自己肯定感それなりだけど、頑張ってる人見るとチヤホヤしたくなる。頑張ってる人はチヤホヤされに来てください。チヤホヤして人に好かれたい。ちなみにモテたくてチヤホヤする場合は逆効果で、相手はチヤホヤされることになれるんだぜ。だからそういう下心ではチヤホヤする意味はない。見てくれてるみんなはどうですか？チヤホヤしてますか？されてますか？ちなみに自分はあんまりチヤホヤされたくない。頑張ってないのにチヤホヤされるのはしんどいものがある。同じように頑張ってる人でも、頑張れてないって思い込んでる人はチヤホヤされるの嫌うよね。
そういう人には説得するようにチヤホヤしないといけない。実績や資格をして論理的にチヤホヤすべきなんだよね。というわけでチヤホヤしたいです。あーチヤホヤ、チヤホヤとか関係なくもう話しかけてほしい。 Twitter だとなんか Twitter って感じだから、インスタで話しかけてほしい。 Twitter だと適当になっちゃう節がある。それはなぜか、オタクだから。おつぶた様でした。また次回の動画で。もし